今日ね試してみたいルアーバグドック、これをですね P ラインでねスピニングで、ミエバスがね結構今ビッグベイトとかその他のルアーでうろうろしてたらよく見えたから、 P ラインにね SVSB 沈む虫をちょっと休憩させて、でフックはですね今回おかっぱりで根がかりも怖いんでガード付きのフックにしてみます。エンジンのねワイヤーガードのついたもの、ワッキースタイルって針かなの4番、これを1個出して、この針ね結構かかりもいいしね、ガードの強さもチューブラーの今回使う竿だったらバッチリと針先出せるはずなんで、これで大概自分はリーダー組まないで直結が多いっすね。その分結び直しの回数を増やして、まあできるだけ新鮮な結び目があるように心がけて直結でね、これ P の 0.85、 はい、こんなね4番でバグドックを出していきますけども、これね繊細なパーツ、替えのパーツがあるんで、箱ごと持ってきましたけども、でこの頭のとこにエラストマーのホールがあって、こんな感じでいいのかな、こんな感じ、はい、じゃあねちょっと箱はベースに置いて探検しますよ。ミエバスがいたらミエバスに投げたい、でもねちょっとだけバスが沈んでんだよな、あ、本当だ飛ぶだこれ、あー食った、いきなり食った、おー1投目で下から湧いてきた、何今のルアーがね消し込んだよ、虫が流されてきましたよ、おお、スーパービックリ合わせで終わっちゃいましたが、1投目だった、あ羽はなくなってないね、はい、これすげえかもな、重さ的にはこんなにケロムシと変わんないと思うんだけど、なんだろう、投げてる体感としてはなんかそれ以上の、投げ心地を感じる、慣れてきたらねガードなしでよりフッキングがいいようにすりゃいいのかななんて思うけど、ちょっと慣れないうちはこれぶっ飛びすぎそうだから、このガード付きで岸際に何回も落とし直して、あー見に来た、加えたね、すげえ2回ヒット、でもボディが硬い分よっぽどナイスなフッキングを決めないとかかんないかもしんないな、これあーでもねマッチザベイトなのかな、魚の脇はちょっととんでもないですね、今そんなに回数投げてないのに2回加えられました、あとは針のセッティングかな、
浮く特性を生かしてもうちょっと大きな針昇華してもいいのかな。これ今見えないバスが速攻で2回アタックしたからね、見えバス見つけてそれに放り込む感じだったらもっとね食っちゃうかもしんないですね。あんだよ、ちょっと高えから躊躇しちゃったけど、これこんな食うんだったらこれマジ2個ぐらい買っとけよかったな。ちょっと1200円にビビって2食ぐらい選べたんですけどね。あ、でもお一人様1個とかになってたっけな。餌ですよこれ。なんか硬いしワーム素材の方が釣れそうじゃんなんて思って、あの1個しかね持ってないんですけど、買ってないんですけど、こういうことなんだったらもうちょっと買っとけよかったかな。おっしゃ、ボイルバスだけどすぐ反応したボイルバスに虫かなまあまあまあ、オッケーオッケーオッケー、バグドッグ、おーい、バグドッグに連れてくれましたよ。いや、ボイルしたバスだったけどね。あ、ボイルバスに投げてちょって動いたので、まあ見た目がこんなだから、あ、なんかいるなと思って思わず食っちゃったんだろうね。サイズは小ぶりだけど初バグドッグフィッシュ。はーい、じゃあ逃がしてあげます。こんな感じでね、食われております。はい、というわけで帰ってきました。ジャッカルのですね、究極の虫バグドッグね、これどんな感じかなーなんて思ってね、あの絶好の虫食いバスがいそうな釣り場でちょっと試してみたんですけども、まあよくね反応してくれました。釣れたのはね1匹だったんですけども、あの使ってみてね、どんな感じだったかっていうことで、まずね、あのここに針を刺すですね、あのここの柔らかい部分ね、頭の先端だけ柔らかいのがあるので、ここにマス針をちょんがけしてですね、で投げてみたところ、結構ね、いろんなルアーね、ビッグベイトとかなんかその他のねルアーとか投げて、案外釣れない、あれっていうね、困ったなぁなんて思って、でこれをねリグってみて投げてみたところ、もバスがね、あ、こんなにいたんだみたいな感じでね、下から湧いてきてくわえてくれたんで、これはすげえルアーだなぁなんていうふうに思ったんですけども、で今回ですね、あの1日投げ込んでみて、早速ねこの羽がね、ちょっと弱り気味、ね、片方なくなっちゃったなんていうのがあるので、このね替えのパーツがついているので、早速ね羽を付け替えてみようかななんていうふうに思います。まずはどうだろうな、この替えのパーツをねこうついてるんで、足がついていて、足はねこの隙間にこうセットアップするよってのがあるんですけど、今回ね足はねちぎられずに済んだので、この背中部分の羽ね、これどうなってるかちょっとね、まだこの前開けてなかったんで開けてみたいと、あ、簡単に開きました。こんな感じね、内臓、はい、で羽がこうついていて、片方のね羽がこう丸まって、こんな繊細なね羽パーツがついているんですが、そこで替えのね羽がついているので、これを1枚取り出してみて、なんかね硬いこのボディなんで、柔らかい、なんだろう、虫系ワームを使っている時よりすごいねバスが
本気食いしてきてくれてるなっていう感じはあったんですね。だからこれ何枚かついてるのかな、何枚かついてますね。これ1枚じゃないですよ、これ薄いのが何枚かあるので、この1枚ペリペリペリっとね、これまだね、まだ何枚かありますんでね、これをまず取って、はい、この繊細なパーツね。でこれをまあこうだろうな、こういう、うわ繊細繊細繊細、ちょっとこういう作業ちょっとあんまり慣れてないんで苦手ですけども。で背中のパーツね、はこれを、あ逆だ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 、いきなり逆だ逆だ、はい、このねパーツをすいませんね、これでちょっと形を整えて、えいえい、はい、バグドッグが元に戻りました。ね、でもね跳ねない状態でもねめちゃくちゃね、その後もあの見に来たり反応したりはしたんですけども、でも、気持ち最初この羽が綺麗についていた状態の時の方が思わず食いつくっていう、羽がなくなった後ね、より羽があった時の方が反応は良かったんじゃないかななんていう風にね、感じております。まあこれで付け方 OK なんだよな多分なっていうことで、まあ普段ね使っていて、使ってみて帰り持って帰ったりして感じたのが、このね頭のところに針を刺すためだけにエラストマー素材がチョコリーンってね、こうプラスチックの中に隠されている、これがいいなと思って、これによってあのなんていうか他のルアーとか、あとはワームとかとね、まあそのちょっとした移動の時はごちゃっぺにこう一つのボックスにいろいろ入れて持って帰ったりする時に、このエラストマーとあとワーム素材がちょっとでもくっついたりすると結構速いスピードでね、あの溶けちゃったりするんですけども、これがプラスチックのところにしっかりと隠されていて露出していないので、持ち運びが非常に便利だったな。であとこうなんだろう、まあこの羽が潰れちゃうからあんまり良くはないかと、まあ、大切に運んだ方がいいと思うんですけども、まあ針もね後で現場でつけるっていうことで、なんとなくこのね非常に持ち運びがしやすいなっていうね、針引っかかったりもしないし、だからちょっとボックスの片隅にね、あのそっとね隠しておくと絶対武器になるんじゃないかななんていうのは感じましたよ。で今羽ね1枚付け替えたんですけども、もうね何枚かですね、こう替えのパーツさらについていると思いますし、であとはそうですね、こんだけ羽があれば、あとはちょっともう1個2個ぐらい買いたいなぁなんて思ったんで、まあピンク色とかね、だからあとはカナボンみたいな色とかちょっと欲しいなと思ったんですけども、あの羽もね在庫が増えてくればさらに心配なくなるんじゃないかな。だいたいこういうすごい繊細な羽なので、1日まあ半日ぐらいね投げ込んでいろいろぶつけたり、ブッシュからガサゴソって回収したりすると、大体ここら辺はねあの付け替えした方がいいんじゃないかなぐらいの感じに弱る、ではないかなっていう印象があるので、まあそんな時はね、まあそのまんま使っても別に反応はしたし、現場でこの羽大切に持っていってれば付け直したりもできるだろうしみたいな感じですかね。まあ羽しまって、はい、足もねもうねこれ付け替えられるので、こんな感じでねちょっとね実際に使ってみたんですけども、これね動画の中でも言ってるんですけども、まあ最初ねこれ1200円って高ーと思ってね、どうしようかなって思うんですけども、もうほんとね小型プラグみたいな感じでね、で小型プラグの中では史上最高級に魚が加えてくれるルアーなんじゃないかなって短時間でね使ってみて思ったので、ぜひね釣り具屋さんであったら試しに
ヒトウムシ買ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、本日の釣り子 TV は、夏のね虫パターンのいい時期ですよね。こちらジャッカルのバグドッグ、これを使ってみたよと、あとねこのね羽パーツを交換してみたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。